はい、市中水明診断士の拓です。今日もね、浦和 NTM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、前回の通販制のね、説明も終わりましたので、まあ、今一度ね、一番最初の動画でもね、でお話ししましたけどもね、引用説についてね、お話しします。今日は今一度ね、引用説とそれに付帯してね、私が市中水明とね、引用説の意味とね、今コロナでね、大きな変化をするであろうね、世の中でね、この、今後ね、あなたの運命を支えるのにね、変えるのに、引用がね、必要なのかを、ね、簡単に伝えていきたいと思います。まあ自分なりに、解釈してるんで、その辺、ご了承ください。よろしくお願いします。で、ね、またね、言い方なんですけど、まあ違う、でこの間泊まったホテルと別のところでまた、ホテル取って、泊まってます。で、あとね、大事な場所行くって言ってたんですけど、皆さん、見ていただけましたかね。で、大仏の方を見ていきました。めちゃくちゃ迫力あってね。いつも僕地元北海道なんで、地元帰るときに、まあ、成田空港に行くときに、高速道路でいつも大仏を見えてたんですけど、いつも迫力があってね、いつか見てみたいと思ったんですけどね、ついに、最近、昨日この間ね、見に行くことできて、とても、満足してます。はい、ぜひ行ったことない方いたらね、まあ、今、まあ、3階部分は5階まであるんですけど、まあ、今3階部分までしか行けないんですけど、まあ行っても迫力があると思うんで、ぜひ行ってみてください。それで引用説ですね。で、五行があるというお話なんですけども、昨日五行は、陽寒の、昨日へ。で、日本語読みですね、これは。で、陰の、昨日と。で、日の五行は、陽で日のへ。で、陰で日のと。で、土の五行は、陽で土のへ。で、陰で土のと。で、金の五行、金の五行で、陽で金へ、で陰で金と、で土の五行で陽で水のへ、陰で水のと。でこれの、これは日本語読みで、中国読みだと孔子平定母気孔心人気っていうんですけども、これはね、時代最初のね、孔子って始まってますよね、最初木からね。これもね、こうをつけがたいっていう言葉はあると思うんですけども、これもね、この順番から来てるんですよね。この中国読みはね、ちょっと難しいんでね、まあ、徐々に覚えていければと思います。なんで、この、今回ね、引用説について話してるのかと思いますと、引用説5行についてね。で、それはね、次回からね、日中の転換の部分のね、話説明をしていきたいと思うんですけども、それはね、あと、あなたのね、表面上の性格、のことについて、分かると言われているので、まあ、通変性がね、内面にのことが分かるのに対して、日中の転換は、表面上にね、あなたのことを分かると言われていますので、それを次から、ね、説明しようと思ってますので、で、今回説明させていただきます。で、引用説は、以前も話した通り、昼が陽なら夜は陰でしたり、男性が陽なら女性は陰でしたりね、1が陽なら0が陰とかね、外が陽なら内は陰というね、この人類や陽はね、すべて陰陽で成り立っていると言われています。例えばね、外が陽で内は陰ということでしたら、外だとイチローさんやね、大谷翔平さんのようにね、スポーツで外でね、活躍して一流を極める人もいれば、その一方でね、今や藤井聡太さんとかね、将棋という場でね、一流を極めて、間違いなくね、10代では成功している、方ですよね。まあ、成功していると言いますかね、自分の望む道でね、究極にね、極めている方ですよね。でね、藤井聡太さんも、現名はね、豪罪で、陰でしたよね。まあ、この陰とか陽のね、通変性の方を、見ていただいている方は分かると思いますけども、あとね、転換に陰字がありますので、こちらも、陰ですよね。まあ、こういったことからね、これからね、外が陽なら内は陰という話をするんですけども、例えばね、将棋は中でやるものですから、陰と考えますよね。まあ、陰がいいでから、悪いとかね、いいとかはないんですけども、市中水明でもそれは当てはまってね、市中水明であなたがね、陰陽どちらの気質を持ち、どちらが強くね、どんな職がぴったりで、どんな人なのか、ね、分かるものなんで、例えばね、活発で、超アウトドアな人がね、ずっと部屋にこもって、机に向き合ってね、勉強させられたらどうですかね。
まあうつ病とまではいかなくてもね、かなりね心にダメージ、身体的にねダメージが多いと思います。このようにね普段活動的にね動いている人が、じっとしてね黙々と、黙っているというのはきついものですよね。まあね、今年ね多くの感染者は私コロナでも、サッカー選手の方がねステイホームの間にね、若干のねうつ状態になったという話も聞きました。まあ、逆にね、普段ね家で黙々とできる仕事でしたり、まあ、そういった方もねコロナで、まあ、状況によって、仕事がしづらい状況でもあると思うんですけども、逆にね、まあ、一方、そういったね中で仕事をできる、本業としている方がね活発で、超アウトドアの人たちの、ね、中に混ざって、クラブなるとかでね、まあそういずっと踊らされたらねどうでしょうかね。まあクラブに限らずね、ちょっとずっと外にいたりね、まあそういったことがね、クラブの服で踊り狂うのではなくね、自分と周りの、ね、雰囲気の差で気が狂ってしまう恐れもあると思います。なのでね、おそらくですけども、まあ普段ね、日常的に研究やね、在宅で仕事をしている方はね、まあ普段ね、場をね、外で仕事している方に比べるとね、今の時期多少の波はあれど、そつなく仕事もできていくかと思います。さらにこれからはね、ネットが、日常生活にね、もっと溶け込んで相手が自動化していくと思うので、そういったね、中仕事でプログラミングでしたりね、そこからシステムなどね、開発できる人は今後ね、注目されていくと思います。ですのでね、研究職の方や漫画家の方ですよね、今流行りのものだと、鬼滅の刃の作者でね、性別不明の女性という方ですけども、後藤家、よはるさんなんかもね、説明、中での仕事ということでね、今、すごい人気でね、成功している方ですよね。まあ、ちょっと脱線してしまいましたけど、話を戻してね、もっと言ってしまえばね、面識の均等さはもちろんありますけども、次で言うね、日韓が洋館のことはね、周りから見たら社交的だけど、通園制でいいんなら家にね、こもっていてもそこまで、苦ではなかったり、むしろね、自分の時間があるということでね、全然環境の整理がつける方が多い傾向もあります。で、日韓、いいんでね、逆に、通園制が洋館の方とかね、この時期だと、できるだけね、外から出てはいけないのがね、逆にきつくてね、まあ、心身ともにね、ちょっとね、異常を発症させてしまったりもする傾向もありますよね。僕なんかはね、日韓、木の枝で、陽でね、通園制がね、正在で逆に陰なんですけどもね、こうやってね、まあ、うちでね、まあ、外に出ることもありますけども、こうやって、ね、家の中とかね、こうやって外で、物事をね、発信してますけども、まあね、特に僕はそんなに気にもならないですし、むしろね、もともと自慢ではないですけども、クラブやね、ホストとかね、実家が塗装屋なので、土方なんかもやりましたけども、やっぱりそういうね、ちょっと外の賑やかな場とかね、ちょっと自分とはね、何か物事を行うのは得意ではなかったですね。まあ、というのもね、これをね、ご覧になっている方でもね、そういった職についていたり、世間的にね、一般的には目立つような仕事をしてるけど、なんだかね、違うなと思ったりしたらね、もしかすると、その引用の関係でね、家の中で、とかね、家でね、何かする方が力を発揮できる方なのかもしれません。まあ、つまりね、何が言いたいのかと言いますと、陰と陽はね、良し悪し関係なくね、あなた自身が自分を分析して最適な人生を送れるか、どうかということですね。もっと言えばね、どんどん変化していく社会の波にね、あなたの人生がたどり着いた時にね、いつもどんなタイミングで、ね、行動するのがいいのか、でいつ引くのがいいかなどね、見極めていこうということですね。最初の動画でも説明しましたけどもね、市中生命ではね、自分の宿命の 60% は自分がどう行動していくかで決定すると言われてます。ね、で、他に 30% は、今ね、勉強してる、運命ですね。これはね、この動画で伝えている、今、この動画ね、伝えていることですけども、初めからね、決められた運命で、変えることができない。神様が、授けてくれた、あなたにもたらされた気質ですよね。こればかりはね、我々人間がね、どうかしようと思ってもね、どうにかできるようなものではないのかもしれません。うん、我々がね、どうこうね、立ち入るものでもないのかもしれませんね。これはの、ものはね、周囲の環境が 10% ですよね。まあ、これを見る限りね、今後最適な人生を送っていくには自分が変わっていくしかないということなのかもしれませんね。まあ、宿命にね、抗えば、もしかするとね、あなたの人生を劇的に変化することができるのかもしれませんね。このようにね、まだ、先の話になると思いますけどね、宿命の説明もね、しっかり、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらね、市中生命のほとんどを占める割合で、数年単位、10年単位という、ね、スパンであなたの人生を見ていきますね。まあね、そういったことでね、日々変化していく時代でもね、それに適応した動きをね、導き出せる転換とね、面識とともに、推明していかなければなりませんので、例えばね、機械のようなね、簡易的な占いだとね、やっぱり時代の流れやね、変化を加味して答えを出すことに関しては、まあ少々ね、難儀であると思うかもいます。
なので、ね、それこそね、あなたの思っていることや悩みを聞いて、ね、変わっていく仕組みについてどのように、ね、動いていくのか、一番いいのかをね、実際にお会いして伝えるということが、ね、必要になっていくと思うんですよね、うん、なのでね、今後ね、だんだんあの僕もね、時間がね、できてきましたら、占いの方にね、返していきますので、よろしくお願いします。で実際ね、同じ名式の人というのはね、世界中にうんと言います、うん、陰陽が違うばかりかね、陰陽で同じね、監視も全部同じという方もね、います。その面識のうちに、ね、一人がね、例えばね、犯罪をしたことのある人だとしてね、だからその面識の人全員がね、同じ犯罪者かと言われたらね、違いますよね。うん。一人一人それぞれのね、人生を歩みね、その人生という道からね、外れていってしまう人、成功する人がね、いるんですよね。ですのでね、こういった面識というものはね、似たようでね、実は言うとね、誰にでも変えることができるようなものです。大切なのはね、どんどん移り変わっていくこの世の中にどのように適応していくかですね。それを分析するためにね、今現在あなたの基礎を知ることから大事だということを、今回お伝えしました。ですのでね、今回陰陽説を話しましたけど、まあ陰陽説によって、世の中は成り立っていて、そこからね、自分の知り得た、ね、情報でしたりね、面識、そういったことからね、人生を送っていきましょうという話ですね。まあね、今回、こういったね、陰陽説についてちょっとね、おさらいしたのと、今後のちょっとね、陰陽説の話をさせていただきました。で、次回はね、その日中の転換の話をさせていただきたいと思います。まあ、これはね、何度も言いますけど、表面的なあなたの性格が分かると言われていますね、うん、ではね、今回も長くなりましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。また、インスタグラム、ツイッターなどね、やっていますので、それもね、配信情報など、更新していきますので、ぜひ、次、友達追加よろしくお願いします。では、今回も見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。